皆さんこんばんは。愛鉄道南赤松駅清掃ボランティアの方を担当しております、鉄道 YouTuber の快速 SL ことしあすむらにと申します。2016年4月22日、芦ノ牧温泉駅の、初代、名誉駅長バスが、お亡くなりになりました。本当にバスの存在っていうのは本当に大きかったと自分も思います。バスがいなかったら今の、愛鉄道や芦ノ牧温泉駅があれほど全国的にこう有名になる、名誉駅長、猫の駅長がいる駅で有名になるっていうこともなかったと思いますし、こういうやっぱり地域とのつながりっていうのがあまりそういうのができるきっかけにならなかったと思います。バスがいたからこそ地域とのつながりが、本当に愛鉄道さんは本当に地域のつながりを大事にしていて、そういう中で自分も今回、私が始めた南赤松駅の清掃ボランティアの方も、もしバスが行ってこれほど愛鉄道が、地域社会だったり全国的にも本当に有名でなかったら、自分もボランティア活動をしなかったんじゃないかなっては本当に思います。本当にバスにはありがとうっていう気持ちと、本当にお疲れ様でしたっていう気持ちを、伝えて、これからも、愛鉄道の、南赤松駅の清掃ボランティアだったり、何かイベントがあった時には、いろんな方を通じて何か、力になりたいなっては、思っております。今後ともですね、バスが残してくれた、愛鉄道、そして愛鉄道の、大事にする地域とのつながりを大事にして、これからもボランティア活動を頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。